はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケットニュースからですね、見ていきたいと思うんですけれども、その前にこのチャンネルともう一つの投資家予定チャンネルの方の合計ですね、で、15万人登録が 達成されまました本当にありがとうございます概要欄の方にキャンペーンの詳細あるんですけれども皆さんへの感謝及び新しく仮想通貨を始めてみようかなっていう人のサポートになればいいと思って今回のキャンペーンをやっておりますで50ドルのギバウェアキャンペーンをやってますので概要欄の方にインストラクションをどういうふうにやれば参加できるかっていうのは書いてありますので ぜひご利用していただけると嬉しいですし、あと仮想通貨新しく取引始めてみようかなという方がいらっしゃいましたら、ぜひこのキャンペーンですね、紹介していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということで、こちらのニュースから見ていきたいと思いますで。今回のウクライナとロシアの戦争なんですけれども、ワールドファーストクリプトワーというふうに、えー、別のところで言われていますとで。これなぜかというと、今世界各国がですね、ロシアの銀行に対して、まあ、いろんな金融制裁を今後加えていくと。で、プラス、 それに加えて、えー、今後です、ね、ロシアの銀行を SWIFT のシステムから除外しようと、まあ、これ何が起こるかというと SWIFT というシステムがあるんですけれどもここから外れてしまうと、まあ、銀行間の送金というものができなく国際送金できなくなってしまうんですね。 なので、まあ、ロシアが例えば銀行でお金が必要になったとか、まあ、そういった何かが起こった際に資金の調達ができなくなるというような状況に追い込むわけなんですが、まあ、こういうことをやることによって大きく金融的なダメージを与えるというのが金融制裁なんですけれどもこういうことが起こっているもののもしかするとビットコインとか仮想通貨を使ってそういったこれまでの金融制裁ということを回避できるんじゃないかというふうに言われていますと。 で今後は特にプーチン大統領個人に対しても金融の関連制裁というのが行われていく,ことになっていくんですねで、えー、プーチン大統領に関しては、まあ、ず月々の、まあ、その給料とかとは別に自分の個人資産もあると思うんですけれども、まあ、そこから引き出せなくなったりとかっていう可能性もまあ十分にあるじゃあ何が今後できるかっていうと考えるとビットコインを使ってもしくは仮想通貨を使っての支払いだったりとかお金の引き出しとかそういったことになってしまうと。 でここを誰が規制できるのかどういうふうに規制していくのかっていうのが今の非常に大きな焦点になっていますとでこれっていうのは今回だけではなくて例えば何か犯罪者の人たちが逃げる時もしくはあの大きな犯罪を、まあ、世界的に働いて、まあ、例えば大きな問題を起こした人、まあ、これも犯罪者ですけども、まあ、そういった人を何か あのまあ、懲らしめめるために何かをできないかっていうふうに考えた時に例えばビットコインのウォレットを持っていたら、まあ、全く何もできませんみたいな感じになってしまうとやっぱりビットコインダメだよねとか仮想通貨ダメだよねみたいになるので、まあ、こういったところをどういうふうに規制していくのか管理していくのか監視していくのかっていうところも含めて、まあ、非常に今後の参考事例になるんじゃないかということで非常に注目をされていますとでこういいいった形の話がろろと。 まあ、あの出てくるとですね、やっぱりビットコイン加速すくダメだよねみたいな感じになったりする方も一部ではいらっしゃると思うんですが、もう一つ別の側面として、えー、まあ非常にいい使い方なというところがありますのでご紹介をさせてください。で現在、ウクライナの、えー、ツイッターを通じてですね、えー、献金というか、寄付を非常にあの頻繁に、まあ、いろんなところで目にするかと思うんですが、求めているとい状況が起こっています。 でこれはビットコインとイーサアムのそれぞれアドレスなんですけれども、まあ、ここを通じて、えー、寄付してくださいっていうのが今あのウクライナの国からおよび、まあ、日本の大使館とかも出してると思うんですけども日本の,そのウクライナの大使館ですねでこういったところで今寄付がどん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 集まっているとでこれは一つの,、まあその送金という観点で例えば国際送金するのが大変だったりとかもするので、まあ、非常にいい方法論の一つだなと僕は思いました まあその一方で、まあ、あまりにも簡単にできるので、まあ、詐欺みたいなところが出てきたりもするので、ちゃんとそこは精査しないといけないなというのは、まあ、あるんちゃあるんですけれども、まあ、こういうアドレスを、ビットコインのアドレスとか、イーサリアムのアドレスを貼るだけで、まあ、あとは USDT もありますね。あの貼るだけで、やっぱりその簡単に送金できるっていうのは非常にいい、やはりビットコインの側面だと思いますし、まあ、こういったブロックチェーンのテクノロジーを使うことによって、まあ、やっぱりその、 全然関係なかった人たちが、あ、この取り組みやっぱり応援したいなと、これ例えば今回は戦争という形ではあるんですけれども、別のアーティストの方かもしれませんし、例えばその子供かもしれないし、何か自分がサポートしたいというふうに思えることがあったりしたときに、じゃあお金送ろうかな、いつもの感謝の気持ちを込めて送ろうかなみたいなこともやっぱりできるので、まあ、これっていうのは本当に大きな あのまあ、いわゆるその革命みたいなものじゃないかと思います。今までであればなかなかその簡単にお金を送るっていうのはできなかったと思うんですねで。僕も本当にありがたいことなんですけれども、あの、このツイッターの画面上に僕のビットコインのアドレスとかっていうのが記載されていて、でそこにお送りいただいたことも過去にありますとで。やっぱそういったことっていうのはこれまでできなかったことでもあるので、まあ、非常にこのブロックチェーンのテクノロジーがまあ人と人とをつなぐ、あの、駆け足にもなっていたりもしますし、 まああとはその自分が応援したいっていう気持ちをつなぐ一つのツールにもなっていると思うので、まあ、これ非常にいいあの使われ方だなと思うので、まあ、そのどう使うかですよねいわゆるその使い方によってはナイフも何でもそうですけれども悪いようにも人を傷つけるようにも使えるだけれども別の人を守ることにも使えたりもするので、まあ、そういった意味では まあ使い方を規制したりとかっていうことも今後はもちろんあると思うんですけれどもうまくどういうふうにすればこのブロックチェーンのテクノロジーがまあ利益として最大化できるかっていうのを注目して、えー、まあ政府も含めいろいろと自分たちもですね頑張ってやっていきたいなと思っておりますはい次なんですがマイクロソフトのまあマインクラフトというゲームがあるんですけれどもこれがですね今非常にあの面白い発展を遂げているというのがニュースになっていました で、まあ、これとよく対比になるのが、ロブロックスなんですけれども、えー、マイクロソフトのマインクラフトっていうのはですね、オープンソースで開発ができるようになっているんですね。なので、マイクロソフトの中の人たちじゃない人も、自分たちで何かそのゲームを、発展性を持たせたいと思うのであれば、まあ、どん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 開発ができるようなものになっていて、ロブロックスはまあそういうふうになっていないんですね。で、プラス、ロブロックスの空間については、一応そのトークンみたいなのがあるんですけれども、ブロックチェーンではないと。 ただし、マイクロソフトはそのあたりも全部できるように今、あの、まあ、なっているというか、そういうふうにやってくれている人が今数名いるそうで、ポリゴン上で、まあ、そういったゲームの開発及び、あとはトークン発行して、その中での経済圏っていうのを今作っているそうです。で、これ本当にあの、面白い取り組みだなと思って、やっぱりそのゲームのプラットフォームをある程度、どこかが提供してで、かつ参加者がそこにさらに 発展性を持たせてまた自分たちの,そのエリアを作ったり世界観を作ったりでまたそこにトークンを持ち込んだりとかできるって本当になんかその新しい世界の,あの始まりというか、まあ、いよいよ Web3 とかっていう,うに最近言われてますけれども、まあ、参加本当の参加型の,あのゲームだなっていうのはあの改めて感じましたでこれと結構似たようなことをやってるのが原則師なんですよね で、まあ原則詞常々このチャンネルでもご紹介してるんですが、まあ、原則詞も自分たちのプラットフォームに、まあ、例えばどっかの企業が入ってきて、であの、ゲーム作りたいんだけども、やっぱお金かかりすぎるからどうしようっていうふうに考えてる人は、例えば原則詞のプラットフォームを使って、自分たちに土地買って、そこでどん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 開発をすれば、開発費もものすごく低く抑えられて、自分たちのゲームも作れるみたいな感じになってるので、まあ、こういうマイクロソフトのマインクラフトも含めて、 本当に参加型の開発者も参加型のプラットフォームを持っているところは、どん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 僕は大きくなっていくと思うので、マイクロソフトのこのそのメタバース銘柄みたいな認識は多分そんなにマーケットまだないと思うんですが、前回ゲームの会社買収をして、今後本格的にメタバースだったりとか、その Web3 への投資だったりとか開発も進んでいくんじゃないかなと思うので、非常に楽しみなニュースかなと思いました。 はい、で次なんですけれども、えー、コインベース、あすみません、このニュース終わる前に、次はですね、あのグラスソードのデータ、一緒にちょっと分析していきたいと思いますので、まあ、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。はい、で、えーっと、コインベースなんですけれども、コインベースっていうのは、あのクライアントが非常にたくさんいるんですね、まあ、何かっていうのは、コインベースというのは取引所なんですが、例えばメインは、あの我々のような一般市民の個人投資家っていうのがいますと。 で、それに加えて、例えばヘッジファンドだったりとか、機関投資家っていうのが非常に多くコインベースのクライアントにはあります。で、そこのヘッジファンドだったりとかのトレーディングボリュームが今、ものすごく増えてきているというのが、まあ、今、この現在のチャートになっています。ちょうど、あの、マーケットがダウントレンドになっているときは大きくボリューム下がったんですけれども、今また、 マーケットが盛り返してきていたりとか、まあ、その昨年末の,その暴落からのまあこの一連の流れのタイミングでやっぱり売り買いがかなり活発になりますよね。で、そういったタイミングでまあ大きく、あのどん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 新しく新規参入してきているまあ人々が増えていてで、かつ取引のボリュームも上がっていますというのが今回のこのニュースのメインのトピックになりますと。で、何を伝えたいかっていうと、まあ、結構その基幹投資家とか新しく資金どんどんどん,どん入ってくるじゃんというふうに まあ言われていてなかなか入ってい,きたい,いないねっていうふうにもあの一部ではやっぱりそのチクチク言われたりはするんですけれども既存の投資家の中でもやっぱり今のこのタイミングこのやっぱ下落とか上,あのまあ上昇とかっていうところを繰り返していくタイミングで、まあ、非常にやっぱり売買が活発になっているというのは、まあ、皆さんも感じるところなんじゃないかなと思うんですね。でまあ、やっっぱり今回ちょっとあのキャンンペーンも含めて、まあ、新しく仮想通貨 チャレンジしてみたい人、ぜひ、みたいな感じでご紹介させていただいたんですけれども、そういう機関投資家だったりとか、個人投資家じゃなくて、あの、機関投資家と、あと企業ですね、もう、やっぱり今後どん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 増えていくんじゃないかなと思うので、このあたりのコインベーストのデータを拾っていくと、どれだけ活発にそういった人々がマーケットに入ってきているかっていうのは分かると思うので、今後も追っていきたいなと思っております。はい、すいません。あの、お待ちかねのグラスノードのデータなんですけれども、今日はですね、 あの今、マーケットでまさに起きていることの理解というところで、一応少しデータを見ていきたいなと思っております。で、非常に重要なポイントだなと僕が今感じているのが、これが0.1ビットコイン以上持っている人たちで、これが1ビットコイン以上持っている人、10ビットコイン以上持っている人、軒並み上にこれ、クッとグラフが傾いてますよね。で、まあ、いわゆるスモールプレイヤーですと。 で下見てみると100ビットコイン以上持ってる人1000ビットコイン以上持ってる人ここフラットではあるんですけども、まあ、これは1万ビットコイン以上持ってる人の、まあ、いわゆるクジラですよねでこういった人たちの、あのー、人数がどん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 ここで大きく反転をしているとでこれっていうのはやっぱり大きな、まあ、特に、あのー、トレンド反転になりやすいようなタイミングなんじゃないかなと僕は思っています はいでえーまあ、ここがボトムだどうだとかっていうのは正直あまりあの重要ではなくてこのタイミングこの戦争がいい始まったぞっていうところで、まあ、大きくマーケットの動きがあの出てきてる転換してきてるっていうのは非常に注目すべきポイントなんじゃないかなと僕は思っておりますじゃあだからといってマーケット完全に買いだよねというと、まあ、そういうことを言いたいわけじゃなくて というのにも短期的に今これビットコインの総発行枚数に対してどれだけの割合が取引所にあるかっていうなんですけれども今やっぱり取引所内にあのビットコインが流入しているというのもあってちょっとやっぱアクティビティがあの活発化しそうなんですよねまあ売りも買いも出ているような状況になっていくわけなんですがおそらくこの危の機も感じてビットコインを投資、あのなんていうんだ それ非常に送って、まあ、ちょっと売ってる人も一部いると思うんですけれども基本的にそういう流れよりもまた僕はやっぱり逆流の方向性に今行くと思うんですね逆流というのはマーケットが上がっていくビットコインをもっと買おうという方向になっていくんじゃないかなと僕は思っていますでそれの,あのいろんな理由をちょっと見ていきたいわけなんですが今これ先物の縦局なんですねでこれ今どん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 減ってるとで 取引機のボリュームは今若干ピッックアプまで、これまさに何が起こっているかというと、あのここ大きくドーンと上がっていたのが、ショートリクリレーション、ショートカバーなんですね。でこちらももちろんあのロングが解消しているという動きが同じようなボリューム、こちら75ミリオン、大体ここですね。で、ここも大体80ミリオンぐらいあるんですけれども、通常、このショートカバーが出るボリュームっていうのは、ロングのポジションを生算する。 ボリュームとと比べるいから1 5ぐらぐなんで、すねでこれが同じぐらいのレベル感出てるっていうのはかなりちょっとクレイジーなショートカバーのボリュームが今まさに出てるというふうに言っても過言ではないかなと思ってます。で、まあ、なぜショートカバーの方が優勢かっていうとこのボリュームあの両方比べてみてもそうですしまたファンディングレートっていうところでもプラスの方があの優勢になってるんですよね。なので積極的にポジションをあの 情報、マーケットが情報、情報というか上の方に向かっていくような動きがまさに今、あの出ていると思っています、はい。で、もう一つ気になるポイントとしては、あのこれがですね、レバレッジの割合なんですね。レバレッジがどん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 下がっていますと。さっきもロングもショートも生産して、どん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 レバレッジが下がってきているというのは、市場の環境として非常に いい、まあ、加熱感加熱しすぎてない環境に向かっているということで、まあ、これ非常にいいことだと思いますプラス前回の動画でもちょっとご紹介をしたんですが3か月先の先物と現物のビットコインの価格差を年率で表したものがこちらのチャートになっていて大体今4%弱ぐらいになっているんですねでこれもやっぱり今そのマーケットに加熱感がそんなにないというところで非常にビットコインを長期で いいやすいタイミングにまさに来ているんじゃないかなと思いますこれがやっぱりそのレバレッジも非常に高くて、えー、今出てるフローもあの買いばっかりででかつプレミアムも載ってるみたいなタイミングでやっぱり買いたくないじゃないですかでそれまさに真逆のタイミングで今ここにあるというような感じなのでビットコインを新たに新規で買っていこうという人も非常に入りやすいような局面になっているんじゃないかなと僕は思っております、はいまあ、他のデータいろいろ見方あると思うんですけれども まあ全般的に基本的にはここ最近ずっとビットコインのファンダメンタルっていうのはあのトレーダーたちにってとって非常にプラスな側面が多いものが結構出ていたと思うんですね。でここに来て前回の動画でもご紹介した通り、まあ、クジラが本当に大きなアクティビティを見せてきているだったりとか今回みたいにどん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 大きな あのクジラのエンティティィも徐々に増えてきてきると100ビットコイン以上持っている人たちもどん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 数も増えているということを考えるとやっぱり今ビットコインも買いだよねと今この世界のまさに混乱期でもありますけれどもやっぱりこういったタイミングでしっかりビットコインの枚数を増やしたいっていう人がやはりかなり一定数いるっていうのは心強い状況かなと思いますしあとはやっぱり本当にその。 まあプーチン大統領を取り巻く包囲網っていうのが、徐々に徐々に。まあも,もちろんプーチン大統領がなんか反撃したり。いろいろっていうのは、まあ出てくると思うんですけれども。まあそれを抑え込む圧力っていうのがさらに強まっていってるっていうのは。マーケットが安心感を持つ、まあ一つの大きな理由なんじゃないかなと思ってます。で、もし何かしら今後誤算があるとすれば。例えば、中国がロシアに対して、まあ強いサポートしますよっていうふうに、例えば言ったりだとか。まあ、あとはそのロシアも核持っているので。 核で何かしようとするとかっていうのがあるともう本当にマーケットがもう一旦あのちょっと興ざめするかのごとく、まあ、大きく下落方向に向かって可能性は十分あったりはするので、まあ、そのあたりのリスクっていうのは見ておいた方が向い,いておくというかその気にしておいて常にニュースチェックしておいた方がいいと思うんですけれども、まあ、そういうことがない限り、まあ、今回の,あの大きな下落突発的なトーンという下落がそこに結果的になるんじゃないかっていうような形に えーまあ、最終的にはですねなるんじゃないかと思っております、はいまあ、引き続きですねあ,のあまり楽観的になりすぎずポジションも大きく取りすぎずかつ自分の手元にある資金もあのドーンと入れすぎず引き続き注意をしながらマーケットと向き合っていくっていうのが、まあ、僕はいいのかなと思うので、まあ、本当に何事も投資は焦りすぎずですね何があるかわからないのでその何かあるかわからないものをヘッジするために、まあ、キャッシュをある程度手元に置いとくっていうのは重要かなと思います はい。あとはですね、このようなデータだったりとか分析みたいなものを LINE の公式アカウントの方でも配信をしていきますので、ぜひ概要欄の方、コメント欄の方にもコードありますので、そこから登録していただけると嬉しいです。あとは今後はですね、ブログも通じて皆さんにより、まあ、ま濃密な情報をですね、提供していければいいなと思っておりますので、まあ、ぜひですね、そのあたりもチェックして今後、まあ、今作ってるちょうど最中なんですけども、えっ、ー、と URL も ドメインか、ドメインも決まりまして、ページデザインを今固めていたりとか、あとはその中で使う写真とかですね、カテゴリー分けとか、本当いろいろと今組み入れようと頑張っていますので、もう少しお時間いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。